皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのガネです。ワールドラバーマーケットのシャーです。まあやっと練習。練習今から。今から練習っていうことなんですけど、はい、で実際にそのリージャオ選手であったり、ナニシブン選手であったり、はい、そういった練習、そういう人たちの練習っていうのはどういう練習を取っていくのかっていうの。ちょっと教えてもらいたいと思います、はい。まあ、実際見たわけじゃないですけどね、はい、見たわけじゃないんですけど、まあ、必要なのは、はい、まあ、3つぐらい、3つ、とりあえず3つ、はい、ではまず1つ目サーブレシーブ、サーブレシーブが、まあ、サーブレシーブ、はい、じゃ2つ目、はい、ブロック、ブロックで最後3つ目、チャンスが来たら決める。なるほど。打って決める。はい、まあ、基本これだけ、この、はい、意識に基づいて練習すれば、はい、リージャオ選手っぽくとかナニシブン選手っぽくぽくっぽい戦型になって、はい、まあ、プレースタイルを確立していくんじゃないかなと思います。はい、はい、では実際にじゃあまずサーブレシーブっていうことなんですけど、はい、まあ、細かくなんか例を出すとですけどね、はい、まあ、左利きなんで、はい、で、まあ、サーブレシーブってその試合の始まりじゃないですか。はい、絶対サーブして絶対レシーブして始まるんです、うん、で左なんで、はい、まあ、フォアにとにかく寄せる。サーブで、サーブでもうレシーブでも、あ、どっちでも、どっちでもなるほど。例えば球種でいうと、ここから左利きからこういうふうに曲がるような、そうですね、はい、サーブ、まあ、よく使います、自分の現状、はい、まあ、まずそれが軸になるし、はい、まあ、レシーブも基本そんな感じです。まあ、レシーブ、まあ、相手が、ね、どんなサーブ出してくるか分かんないですけど、基本フォアにゴンゴンで相手にうって、なるほど、はい、まあ、とりあえずサーブはそんな感じで、はい、主に使うようなサーブレシーブはやっぱこっちに、相手のフォア側に寄せましょうってことですね。フォアで、まあ、まあ、理想を言えば飛びつかせようっていうことですね。まあ、最高の形で言えば相手をこう飛びつかせて、はい、まあ、そのバックが開くようにしましょうということですね、はい、で、まあ、こっち飛びつかしたらこっちに来ることが、まあ、多いと思う。そうですね、まあ、こっちに来るって相当ないですよね。まあ、なかなか難しいと思います。でこっちを開いたところを詰めるっていう感じです、はい、まあ、そこがやっぱり主になるのかなっていう感じですね、はい、で、まあ、そのこっちばっか狙ってても、はい、ね、今度待ってたら、はい、打ってくるかもしれないんで、はい、こっちとかに、そういう時に、まあ、バック側に見せとくよ、見せるようなサーブだったり、はい、レシーブがあればいいかなと思います。まあ、割合的に言うと8対2とか、うん、とかそんなもんでいいと思います。7-3、まあ、でもいいと思うんですけど、まあ、それ相手見てですね、相手によって、もちろんでレシーブ方法とかも、はい、まあ、大体何でもいいです。早ければ、はい、払いでもいいし、つつきでもいいし、まずはちゃんとフォアにゴンってできるようになれ、ちゃんとできるように、はい、球種に関してはそんなに、はい、大丈夫ですね。 OK です、はい、まあ、サーブも球種はそんなにそんなに気にしないけど、まあ、理想で言うならやっぱ相手がこうやってグッて起こした方がいいですよね。ああ、そこゴンって上とか出してタターンってやったらこっちも狙いやすかったり、まあ、もちろんブロックでパンパンって跳ね返ってもいいんですけど、まあ、やっぱり球が遅い方がしっかり、あ、こっちの自分がこう、うん、ブロックのポジションに入りやすいんで、はい、まあ、まずは遅い球から、あ、遅いじゃない、はい、持ち上げてくるような、うん、下系の球種から入るのが、まあ、まずはいいかなと思います。はい、はい、わかりました。
では、はい、2つ目はブロックですかね。はい、ブロックですね。まあ、さっきもちょっと言ってる感じなんですけど、はい、まあ、こっち側にバック側に来たのを、はい、的確にストレートに止めようっていう、ポンポン、まあフォアにさっき言ってた飛ばしてこうストレート、はい、まあ、はい、こっちに打たれることもあるじゃねえかって言うんですけど、はい、そこは別にちょっと遅くなってもいいです、あーってなってもいいから頑張ってそっちに返すっていう。ああ、なるほど、はい、まあそっちに寄せるじゃないですか、はい、こっちもし打つじゃないですか、で、あーって取るじゃないですか、こうやってパッて、はい、そしたら球がこういう風にいくんで、なるほどなるほど、相手もおーみたいになるんでなるほど、まあ、こっちはまだね、あの相手のいる方っていうかまっすぐ飛んだりするから、はい、こっちはなるべく速いパンパーンっていうのがいるんですけど、はい、これもしフォアに持ってったらどうなるんですか。死亡します。死亡死亡、打ち込まれて死亡します。あ、これこっちに、まあ、サーブ出します、出しました、打たれました、こっちに、はい、でこっちに返しちゃいました、はい、ストレートに死亡しますね、基本。なるほど、こっちに返しました、相手そこいます、こっち打ちます、あーってなるんで、そっか、でここってなってスマッシュ打たれて終わり。なるほど、なんで、まあ、こっちに関しては別にいいですよ、まあ、まあ理想はストレートだけど、その試合の運び方によってはこっちになってこっちになったりでも全然いいです、していくってことですね、はい、だからこっちに来たらこっち返してください。なるほど、こっちはもう何があってもこっちに返す、オッケーです、まあ、こっちこっち言ってるけど相手のフォアに行きました、はい、で自分のフォアに来ました、そしたら相手のバックに基本的にやるってことです、はい、まあ、フォア側で、まあ、ブロックとか、まあ、フォア側に来た球に関してはバックにしっかり寄せようってことですね、はい、はい、わかりました。では次3つ目、はい、まあチャンスボールっていうか、はい、来たらしっかり打とうっていう、はい、まあ当たり前っちゃ当たり前まあ今まで、はい、まあ、サーブを相手の方はサーブレシーブを相手の方は寄せて、はい、相手動かして、でまあブロックをでストレート相手のバックに詰めよう、はい、まあ、そうすると、まあ、強ければこうやってドーンって振るかもしれないですけど、はい、基本的にはこうあーってそうですねなるんで、詰まってあーってなるんで、ロビングみたいな、ロビングとかちょっとこうなん、うん、合わせてフッってなるんで、うん、それを打つとオールフォアで、まあ理想は、まあ、理想はオールフォア、まあ、あーってなってるんで球がふわーんってくる可能性が高いんで、ふわーんってきたらまあね、フォアで打った方がそれは速い球出るし、はい、いろんなところに打てると思うんで、まあ、その時のためのフットワークだったりフォアの強打の精度だったりするんで、はい、なんでそこはなるべくフォアで打つ、はい、ただチャンスって思わなかったらもう一回全然繰り返すっていうか、もう一回フォアに振ってもいいし、はい、なんで、まあ、そのためのフォア強打ですね、はい、フットワークだったり、ただ、はい、そのチャンスって思うのが人それぞれだと思うんですよ、はい、まあ、こういうのがチャンスって思ったり、まあ、これでもチャンスと思える人 思えてるからなるべくなら、ね、いろんな球がチャンスに思えた方がいいから、 そのためにはやっぱりしっかり練習、フットワークが速かったりとか、うん、そのフォアの精度が高くな、精度が高かったりとか、だからなるべくなら打てた方がいいけど、はい、まあ、打てなかったら打てなかったでもう一回やればいいだけなんでわかりました簡単そうでしょ、はい、話では聞けば聞くだけ聞くほど簡単になってくるようなただ練習はいろんなことをねやっぱりやっていかないといけないんですけど、はい、はい、まあでも今回はこの3つをちょっと紹介していったら、まあそうですね、こう実際どうなっていくのかっていうのを今から紹介していきたいと思います。はい、わかりました、はい、はい、ではプレイ動画の方をご覧ください。